どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、怪物の中の怪物、デモゴルゴン、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。さて、今回紹介するデモゴルゴン派、ストレンジャーシングス、未知の世界、のコラボキラーとなります。見た目のインパクトがあるキラーなので、初登場の際に追いかけられた時は、発狂者だったね。そんなインパクト大なデモゴルゴンの背景を見ていこう。顔に当たる部分には、針状の牙がびっしりと生え揃った花びらのような口、犠牲者を襲うための曲がりくねった鋭い爪と強靭な足、このような外見から、デモゴルゴン派いかなる次元においても恐ろしい怪物たる存在だ。それはまさに原始の怒りを持つ時放たれた悪夢であり、買った獲物をバラバラに引き裂きその血肉を一片も残さず貪り食う。この怪物には慈悲や自制心など存在しない。犠牲者を襲う時には、ためらいや容赦などを一切見せず、純粋な血への渇望のままに死を振りかざす、紛れもない狩人であるデモゴルゴン派、裏側の世界に潜む恐怖の証そのものであり、それがエンティテの目にかなった理由でもある。裏の世界から来ちゃったまとな感じでキラーになったデモゴルゴン、背景でもあるように無慈悲な存在のためエンティテに認められるのは早かったのかもしれないね。デモゴルゴンの基本能力波、移動速度波秒速 4.6 メートル、脅威範囲波32メートルで背が高い。特殊能力波、深淵のイザナイ、を使ったワープ型だ。深淵のイザナイにはシュレッドとポータルの2つがある。シュレッド波、チャージによる飛び込み攻撃となっており、前方に加速して攻撃することができる、また板を破壊することもできるので、チェイス中に板を壊す能力としても役に立つ。ただし、まっすぐにしか行けないので、先読みをして使う必要がある。もう一つのポータル波、設置型のワープホールとなっている、任意の場所に設置することが可能で、最大6個設置が可能。ただしワープするには入り口と出口の2つを用意する必要がある。設置した直後のポータル派サバイバーに見えなくなっている。ただし、ポータルを活用すると入り口と出口の両方が可視化されるので、破壊ができるようになる。その代わり探知が有効となる。さらに、可視化されたポータル近くにいるサバイバー派忘却となりここね範囲外となる。でもゴルゴンがポータルを通った後は約秒間の探知負荷を受けるため、サバイバーがポータル近くの再波、探知負荷をうまく活用したいところ。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、フケ状の地類、鹿の灰、の3つ。簡単に言うと、フケ状の地類、は、裏側の世界で負傷したサバイバーの確認ができる。鹿の灰、は、ワープ移動の速度アップ。とにかくワープを活用することで効果を発揮するものが多いです。ワープを多用するようであれば何かしらアドオンがついているので、積極的に破壊していきましょう。固有パークについて見ていこう。サージ、マインドブレイカー、無慈悲の極地の3種類、一つずつ確かめてみよう。サージ、は、修理遅延パークです。と言っても、このパークはサバイバーを倒す場所が重要です。発電機の範囲内でなければ発動することがないですね。修理が終わった付近でチェイスをしている時や発電機が少なくなってくるとあまり効果はありません。なので、修理中のサバイバーを狙って発動をさせるしかないです。ちなみに、破壊状態になるため、イタチが飛び出した、オーバーチャージ、といった、発電機を破壊することによって発動するパーク派使えないため、組み合わせには気をつけましょう。マインドブレイカー、は、疲労回復遅延パークです。
全力疾走やしなやかなど疲労を伴うパークを使ったサバイバーが修理中でも回復をしないという程度のパークなので、微妙です。アプデによって強化派されたといっても数秒のアップなので、そこまで強力ではないですね。無慈悲の極地、派、窓対策パークです。このパークもまた発動が難しく、室内や小屋といった発電機の付近に窓枠があるところでしか有効ではありません。また、発電機が直った際に近くにいるとは限らないため、窓枠に追い込むことができないんですよね。任意で範囲内の窓枠を防げるだったら強いですが、上位互換の、まやかし、クラウン、を使った方が素直にいいと思います。そこまで強力ではないので、覚えておく程度でいいかなと思います。とにかく耳を澄ますことが重要です。というのもデモゴルゴン派シュレッドなどを使う際におたけびを上げます。さらに足音もするので、とにかくうるさいんですよね。さらに白くてでかいことから視認もしやすいキラーです。ちなみにワープも音がするので、デモゴルゴンに関する音を覚えてしまえば意外と居場所の特定などがしやすいキラーと言えます。ただし、発電機近くにポータルが設置されていることが多いので、ポータルだけには気をつけたいところ。特に何もないところのポータル波キラーへの通知となるため危険です。またむやみに壊していると時間がかかるため遅延になります。なるべく発電機を早めに回して、ポータルを無駄にさせるように動いていきましょう。いかがでしたでしょうか？デモゴルゴン派コラボキラーというのもあって登場当初派しょっちゅうマッチングしていたのですが、今となって派上級者でしか見ないキラーですね。そのせいかマッチングすると未だにびっくりするキラーなので、ある意味ホラーを体感できるのはいい思い出のキラーです。なんなら、モンハンのフルフルにも似てるので変な愛着があるんだよな。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番派使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。